皆さんこんにちは。今回の動画は以前投稿したこちらの動画にて告知していた通り、沢村フリーハルイチらが最上級生になった時の聖堂のオーダーを考えていこうと思います。この動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。沢村フリーハルイチらが最上級生となった聖堂といえば、左右の違うダブルエース。最終巻までの情報から現状どちらが背番号1を背負ってもおかしくないぐらいのピッチャーということで、沢村がピッチャーの場合のオーダー、フリアがピッチャーの場合のオーダー、計2パターンのオーダーを考えました。まずは沢村から。1番バッターは東条にしました。東条は下級生から公式戦を経験、上位や下位打線と経験豊富なバッター。公式戦初の1番バッターを務めることになりますが、潜在能力を発揮してチームを引っ張っていってほしい。2番バッターはユイにしました。ユイは1年生に挑んだ夏祭で2校への2ナイス成宮からヒットを打つことはできませんでしたが、結果4打数3安打、しかもヒットの方は全て長打。こういった成績を残しチームの優勝に貢献。なお選手権はメンバー外となっています。そのため去年の春一みたいに新チームでは上位で起用、1番登場がヒットで出塁した場合、ユイの長打で1点奪うという超攻撃型オーダー。個人的には登場とユイの打順入れ替えもありかなと思いました。1年生のユイを思い切って1番起用、2番東條は昨週で何度も送りバントを披露。そのためユイが長打で出塁した場合、東條が送りバントを決めワンアウトランナー3塁、もしくはスクイズで1点、またヒッティングという強攻策も継続。こちらの方が攻撃のバリエーションが多いかなと思いました。3番バッターは春一にしました。春一は2年生で挑んだ夏祭決勝で成宮から1本もヒットを打つことはできませんでしたが、春一のバッティングは沢村代で必要になってくる。そのためこの成宮戦の悔しさを糧に成長、これはなるべく避けたいですが、以前春一は選抜で不発、また今回の成宮戦も不発。そのためこの成宮戦を機に全国クラスのピッチを攻略するには木製バットでは厳しいと思い、プライドを捨てて金属バットを使用とか、春一が金属バットを使用している世界戦、木製バットから金属バットに変更。普通に考えれば打球のスピードがアップしたりミート力向上、良くなる点がいろいろありますが、春一には少し例外。以前春一は落合コーチの影響で金属バットを使用していましたが、あまり適合していませんでした。しかし慣れさえすればこの問題も解決するのでは。一体春一のバット問題はどうなるのか注目しています。4番バッターはまさしにしました。まさしは1年生で挑んだ夏祭で2本のホームランを打ち、1年生ながらチーム1番の成績。現状極端に言うとホームランか三振とパンチ力はあるもののミート力なし。現実世界のプロ野球を参考にすると村上選手の2年目、2年目としてはホームランを量産していたものの打率はそこまで高くなかった。しかし3年目では打率が向上。むしろ偏見ですが打率向上イコールミート力アップ。そのためまずしもこの村上選手のようにボール球を見極めフォアボール量産。個人的には打率が向上するのであれば3番バッターもありかなと思いました。5番バッターはフリアにしました。フリアはピッチャーでありますがパンチ力はチーム1番、ベンチに置いとくのはもったいないため基本ピッチャーをしてない時は5番レフトで起用。ただしピッチャーとしての調子が悪かったり体調に問題がある場合レフトで起用しない。6番バッターは新キャプテンとなった金丸にしました。
金丸は1年秋から公式戦を経験し、2年の末は背番号5をもらい、サードのレギュラーとなった。しかし現状、今回4番にした正志の介護官。2年生挑んでいた夏や決勝では4打席目を迎える前に代打を送られてしまい、途中交代。途中交代ということで相当悔しいはず。そのためこの悔しさを糧に新チームでは主軸を打つような選手になってほしい。7番バッターは高津にしました。高津の守備は1個上の倉持と比べると少し難はありますが、バッティングは良い。事実2年春大後にバッティングでアピールに成功し1軍に帯同。現役の代で言うと前園みたいになってくれれば最高。前園は高津と同じく2年夏はベンチ入りできませんでしたが、新チームとなる2年秋でスタメンを勝ち取り打点王も獲得。以降落合コーチからも認められ、3年夏では正動不動の5番バッターとして活躍。ぜひ高津もこの前園みたいに2年夏はベンチ入りできませんでしたが、2年秋でバッティングやショートで活躍。1番バッターは奥村にしました。奥村はユイみたいに長打を打つバッターではありませんが、巧みなバットコントロールを見せ流し打ちをするイメージあり、また野球に対する知能が高いため自分がすべきことを各ケースで判断、ヒッティングやバント、どんなケースでも対応するバッティングを期待しています。正直この奥村とこの後発表する9番バッターに対してあまりバッティングは期待していないため、基本守備に専念していってほしい。9番バッターは沢村にしました。言わずもがな残り物。強いて言うなら2年生になってから沢村はバスターでヒットを打っているためワンチャンを期待。またバントがうまいということで下位打線でチャンスを作った場合、この沢村のバントで点が取れる。また沢村がバスターを機にバッティング向上、レフトを守れる守備力、バントのうまさ継続。もしこうなった場合、2番バッターとして起用するのも面白そう。続いてクリアがピッチャーの場合のオーダー。基本は沢村がピッチャーの場合のオーダー。変更点としてはレフトを務めていたクリアピッチャーとして起用するため、レフトが空席に。ここにはライトのユイをレフトに、ライトには新たに2年生の岡を起用。ちなみに岡とは一体どんな選手？岡は沢村と同じ学年、2年春大後に行われた紅白戦 B チームの1番バッターを務めていました。三重県内でいうと麻生や関、三村ポジション。そのため最終学年補正を使って岡をライトとして起用。ちなみに今回のオーダーは正志にしかコンバートありという条件は出していません。もし今回のメンバーでコンバートが無制限だった場合、いろんなパターンでオーダーが組めます。ということで、後日コンバートが無制限だった場合のオーダーも別動画で考えようと思っています。以上、今回はサーマルフリア春一らが最上級生になった時の制度のオーダーを考えていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X、インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。